皆さんこんにちは。 PMP フィットネスチャンネルトレーナーの小原です。今日ご紹介するのは、くびれ、腹筋の縦線を作る腹筋トレーニングをご紹介します。はい、腹筋の横側足の筋肉、腹斜筋を鍛えることによって、くびれまたは縦線がくっきりと浮き上がってきますので、今日はこの腹斜筋を狙ったトレーニングを、たった3分間で鍛えられるトレーニングをやっていきます。くびれと縦線を手に入れていきましょう。それではレッツスタート。もう5月。1種目目です。足首をタッチをするように体を横に曲げていきます。肋骨と骨盤を近づけるように曲げていきましょう。右側の腹斜筋が鍛えられます。2種目目です。サイドプランクから腰を上げていきます。肩の真下に肘を置きましょう。腰を真上に上げるように腰を上げていきます。左の腹斜筋が鍛えられます。使っている筋肉を触ってあげることで、より効果的に筋肉に効かせることができます。3種目目です。ツイストクランチです。肘を膝に近づけるように体をひねりましょう。左の腹斜筋がメインに鍛えられます。どの種目も反動を使わないように筋肉を締め付けるように行っていきましょう。さあ行くぞ。くびれを作りましょう。では行きます。スタートです。では続いて反対です。左のかかとをタッチしていきましょう。ナイス。ではサイドプランクの形になりましょう。肘は肩の真下です。腰の動きをできるだけ大きく動かしましょう。残りあと半分です。最後はツイストクランチです。肘を膝に近づけていきましょう。反動を使わないようにしましょう。さあラストスパートです。力を振り絞りましょう。やるじゃないか。エクセレント。お疲れ様でした。はい、
皆さん、トレーニングいかがでしたか？このトレーニングを行うことによって縦線、くびれを手に入れられますので、ぜひ皆さんやってみてください。夏ももう間近です。いいね、チャンネル登録いただけると嬉しいです。お待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。